CCC の旗カオスコンピュータクラブとは世界で最も規模が大きく最も有力なハッカー集団の一つである。彼らはドイツのベルリンに拠点を置いており、現在約五千五百人のメンバーが在籍する巨大な組織である。カオスコンピュータクラブの創立はハッカー界では伝説的な CDC よりも三年早い1981年で政府による より多くの情報透明化、知る権利を呼び、人権の保全を求めている。また、彼らは、ハッカー独特の倫理観を支持した上で、人々のために、あらゆるコンピュータや、技術的なインフラへの自由なアクセスを守ることを、目標としている。すなわち、彼らはある、種のホワイトハットハッカーの集団であるとも言える。CCC が、世界的に有名になったきっかけは、 1984年に西ドイツ郵政が運用するコンピューターネットワークをハッキングし、ハンブルク銀行から約13万ドイツマルクを引き出した事件。その事件の翌日、CCC は報道陣の前で全額を銀行に返却した。CCC は脆弱性について以前から申し立てていたが、運営側が問題ないと判断し、無視した。 この脆弱性は、市民の資産や人権を侵害するものであり、より良い社会を実現するためにもすぐに改善すべきであったと訴えた。CCC は、その後も、電子パスポートなどに使用される、ドイツの個人識別装置用の生体認証データの使用について異議を申し立てるため、ドイツのある大臣の指紋を入手して、それを一般に公開するなど、活動を続けた。 ハッキングという手段で世界中のシステムにある脆弱性を指摘し続けた CCC ではその過激さから家宅捜索を受ける者や逮捕される者も,も続出。脆弱性などの情報公表手法をめぐり CCC 内では議論が繰り返され最終的に他人に損害を与えず情報の自由と個人のプライバシーを守る行動を行っていく方針で一致。 現在では、ドイツ政府からの信頼も厚く、アドバイザーにもなっている。彼らは毎年カオスコミュニケーションコングレスというコンベンションを開催している。これは、ヨーロッパでは、最大級のハッカーカンファレンスで、毎年4500人ほどの関係者が訪れる。他にも、CCC は、ダーテンシュライダーという機関雑誌を発行している。また、彼らは、 フリッツという地方ラジオ局で毎月2時間政治トーク中心のカオスラジオと呼ばれるラジオショーも発信している。ありがとうございます。